いつもですね、中野先生に言われるときは、中野先生の授業の数分、いや、15分、20分、30分とですね、話をさせてもらうんですが、その分、ちょっとお給料もらわなきゃいけない。やっぱり冗談ですけど、何分ですか？で今日はですね、サーバントリーダーシップということで、一応書いてきたんですけど、証でって、結婚の証をしたんで、僕もそれに合わせなきゃいけないなと思って。やりたいこと、で、良い詩に学ぶ、そして、依存しない、半分アメリカですから、日本に帰ってきてもファンが多い、で、会う時間も少ない、ということですね。ほとんどメールぐらいのやり取りです、ですけども、その良い死に学ぶ、良い死を作る、依存しない、でいつも崖っぷち感で生きる、崖っぷち感で生きてる男ほどやり直しを聞く、ね、手ぶらで教会にやってきて、で教会で、寝泊まりしてやるやつは本当に、自立します。でもいろんな荷物を持って捨てきれない人間ほどまた元の世界、僕も同じです、出てきたときは、まあ、スーツ1丁、ね、下着が2丁あったぐらいですよ。あとは本読んでくださいね。ターバントリーダーシップ、これは、自分が動いて、進路を動かす。お前れ、これやれ、これやれっていうことも僕も言います。それは全員が僕はリーダーになってほしい。何かのリーダー、何かの責任を持ってもらいたい。で、やっています。それで、自分もこの平田先生と僕は、この人学校の先生と学校の先生に先生と言われるんですよね。これもうイエス様のどんでん返しですよ。イエス様を信じたらこんなどんでん返しが起きるんですよ。この間は俺のことパクった警察官が僕がメインスピーカー、サブスピーカーが警察官ですから、ね、そのパクった俺のパクった野郎に先生と言われる。俺こそもイエス様の大逆転ですよね。そして信徒の責任は自分で切る、自分で取る、ね、自分の腹をかさばいて私の責任ですと言って、それを言うリーダーになっていく。それから、5年で、32人しかと思っています。32人しか洗礼を授けていません。そのうちの20人ほどが教会に残っています。あとは引っ越し、刑務所の中、また展開、ね、そんなものだと思います。天国も、そうですね、3人いますね。天国に3人います。1人生き返りましたね。本当です。これも本読んでください。そういうことがあって、私は最初ね、中野先生にそそのかされて、学んでいる最中から開拓しちゃうんですよ。誰もケアしないですよ、ね、壁に向かってね、で、満員満員満員だって言って祈って、全てのものに手を置いて祈りました。ここはあなたの宮、まだ酒場だったんですけどね、ここはあなたの、宮ですって、本当その通りです。で、その当時ですね、いろいろ同級生、またちょっと西村バラバラの人とか、いろんな協力者の人がいました。ね、クリスチャンでした。でもそういう人たちじゃない。自分が手塩にかけて育ててきた人たちが増えて、初めて形になっている。間違いない。ね、それが言いたかったのと、奥さんね、すごい、いい奥さんを。アーメン。この場を借りて、本当料理がうまいんですよ。本当に。で、奥さんもらってすごくね、この誤解が持ったって言ったらですね、食事を招待するってできるんですよ。話をしましょうってね、うちの手料理作ってね、で食事しましょうって言って、そういうことができるんですね。今まではもううちの来てもらったインタートランぐらいしか僕は作れませんから、ね、そういった面ではその持ち直すことができる。で、ああいう性格ですから、来てね、何を、ね、私の妻になったからって言われない。もう来た、その人がもう10年前からいるような顔を見てですね、もうすぐに、ひみさん、ひみさん、ひみちゃん、ひみちゃんってですね、本当にいい奥さんを、何度も言いますけども、いい奥さんをね、もらいました。僕は本当に、ね、振られた時に、あれ、
回ってますよね、結婚しますきっていうやつ、ちょっと JT で書いたんですね、やられて、実はこのドローソンセス僕は夢見てましたよ、同じ進学学んでね、うひひと思ってましたよ、ね、でも、ね、実家に帰って、あなたにはついていけませんではないんですけど、無言でですね、取り残されまして、で俺に任せろと、ね、前から結婚するならする、しないならしない、ね、ダメだったら次行ってみようじゃないけど、もうイケイケのそっくりですから、せっかちなのを僕はせっかちだと思ってね、僕はフットワークが軽いと思って、自分のことは。ね、普通は軽いだよっても、もううちのやつが言うには、高野先生として、せっかちなんだ、ね、ものはいいようです、フットワークが軽い、これは一流の条件ですよね。ね、俺に任せろって言うんで、でも僕は一発目に来た人と僕は結婚するんじゃないかなと思ったんです。全くその通りになりましたね。まさかでもお二人の娘とは分かりませんでしたね。この人、ね、そこから始まりましたけども、その続きはですね、ジャックしてもしょうがないですから、今度私の授業の時にお話ししたいと思います。どうもありがとうございました。生涯でしょ。から、あんなにいい男だし、女性なんてね、何百知ってるか知らないよね。そういう人が真面目に伝道していくと、周りが、いわゆるこの前科があるような人の周りに匂いがね、そういうことを嗅ぎついてくるような人がいっぱい来ると思うんですよ。でそのうち救われればいいの。でも中にはあの女の人だ、もうその異変の雰囲気を知ってるような女性が来るわけですよね。まあそういう世界というのは僕は何も知らないけど、まあ、指一本売れればもうそのまま一緒になっちゃうっていうような状況はきっとあったと思う。あんなに男だ、僕は一度も女性に迫られた寂しいですいつもない、まあ、もちろんボーダーラインも引いてるから絶対にその個人的にするというようなことはしないにしてますけど、それでもない、あの人なんかいっぱいあるだろうと僕はもうこれは将来偉大な器になるんだから身を清めるんですよ。福音で聖霊派でクリスチャンは伝道者は女性で失敗したら終わりだから、それはまあ、それでやってる人も隠してやってる人もいるけど、結局自転車のチェーンが外れたのに自転車で、やってもやっても空回りのような伝道ですよ。私の知ってる範囲で。私も、ことあった人をすぐ飛んでいって、回復することを一生懸命やります。かなりそれで回復した人を私は知ってます。でも誰であるかは絶対言いませんが、5本の指には余るぐらい日本でも伝道者は回復。でもそんなことまで失敗する必要はない。いい人と結婚して将来を果たして伝統を大切だと。私の家内は私と出会った時私は35点だったよ。それが今こんなに世界に飛び回ることができて、ハワイにも家がある、まあ皆さんよく知ってますよ、聞いてご飯食べてたんだ、あの人料理が上手っていうのは多分うちの家当たりです人付き合いとてもいいのも、うちの家内の目の見誰をも受け入れるっていうのよく知ってました。私はあの人しかないと思ったんですね。なかなか体重は決心しないで、あなたを言ってましたよ、ね、私なんかマジ豆腐で聞かない、もう神に導きながら行きなさい。未だにハワイでは彼女と付き合ってたようなあの女の人たちがみんなね、聖人だろう、苦労してんじゃない、そのうち泣いて帰ってくるんじゃないなんて、ね、言ってますよ。きっと妬んでるんだろうな、言ってやるんですが、まあ、これからが勝負で、伝道も結婚も生活も平凡な中に大切です。平凡な時は大切。講談になった時、特命集会に招かれた時の晴れの舞台ってのは誰でもやる。映画入っても上手にやる。毎日の家の中で、毎日の呼吸の中で、
平和であり仲良しであり、精霊に満たされなければいけないと私は思っております。